名古屋出入国在留管理局の施設に収容されていたウィシュマさんは体調不良を訴えた末、去年3月6日に死亡しました。遺族らは6日、一周忌に合わせてウィシュマさんの遺骨が納められた寺を訪れ、手を合わせるなど法要を行いました。またウィシュマさんの身元を引き受ける予定だった支援者の間野明美さんは、生前のウィシュマさんからの手紙の内容などを歌にして披露しました。遺族はウィシュマさんに適切な医療を提供せず死に至らしめたなどとして、国におよそ1億5600万円の損害賠償を求め提訴しています。またこの日に合わせて名古屋や東京、大阪など全国各地で抗議デモが行われました。